本ヘッドが中央に動き出す。高いボール入れていく。ここはレオセアラ狙った。またすぐさま1点リード。ここから降りてきていた範囲後ちょっとずれましたが、おここもいい出足で奪う。伊藤俊左足強烈。先制ロアッソ熊本、伊藤俊今シーズン5ゴール目。奪ってからのショートカウンター完結。先制はロアッソ熊本です。伊藤俊は今シーズン5ゴール目、2013年の山形時代に5ゴール決めてますけれども、キャリアハイに並ぶ今シーズンの5得点目をマークしました。ボールを受けてね、はい、少しこう前にスペースがあったので、迷わずドリブルで運んでね、良いキックと良い入り方でしたね、はい、ヘッドキムテヒョン、コーナーキックでベガルタ仙台先制。ポイントよりも少しボールがやっぱり戻ってきたので、まあ、本当に上半身だけ戻してうまく体の強さと側頭部に当てましたよね、はい、だからポープからするとやっぱり逃げていくようなボールがサイドネットに来ましたから。鈴木徳馬、マテイヨニチが中央に動き出す。高いボール入れていく。1対1の同点。追いつきました。セットプレーで追いつきました。船木2試合連続のセットプレーでのゴール。このボールも最高でしたしね、この鈴木徳馬選手からのキーパーディフェンスともに触れない、この高さ速さっていうところ、この回転を触れば1点っていう、このボールは本当に最高ですね。長戸はよく内側に絞ってタックルで止めたんですけど、はいね、はい、そこの後のこぼれのところ清水が先に狙ってましてね。ここはレオセアラ狙った。またすぐさま1点リード。ここからゴールです。レオセアラ今日自身2得点目。これはすごいシュートでしたね、うん、角度でいうとあのファーサイドに巻いたボールをね、はい、ちょっとスローインの後のプレーがずれましたよね、清水はね、うん、まあ、どちらにも狙えそうな場所ではありますけど、距離もありますし、まあ、あえて、ね、近い方を狙ってボールは蹴ってるんですが、うん、まあ、ボールスピードがないとここどっちみち抜けないなっていう場所でもありますので、まあ、体の向きの作り方とボールスピードとボールが落ちた場所、ゴールに向かうボールです。今の左足逆転。丁寧なキックでした。すごいですね、このちょっとアウトにかけたのもイメージしたんじゃないかというぐらい、狙いすまして、あコナックのねこぼれですけども、これだけ時間あると多少力むんですけども、うまくこう振り抜きましたね。おそらく体を倒しながらアウトですかね、サイドうまく引っ掛けてボールがゴールキーパーから逃げていくような形ですね、うん、いやーすごいゴールですね、はい、ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.